サウスポーのレジェンド、杉内敏也は、実は右利きである、左利き好きの母親に強制された結果、ファシを持つのと字を書くこと以外は左になった。家族思いの杉内は、プロ入り時の契約金で、母と姉、祖父母にマンションをプレゼントしている。高校3年生夏の甲子園と巨人入団後に、ノーヒットノーランを達成している。これは松坂やダルビッシュなどの大物投手も達成していない大記録である。 本拠地で登板する際のルーティンは、家を出る前に自宅のトイレを掃除すること。